仲の良い東の国で争いがありました。幼い王子ニコル様の危険を感じた王様は、ニコル様は人間の姿に変え、この森に隠したのです。ところがこの森も火に包まれた時、通りかかったおじいさんがニコル様を助け出し、人間の世界で育てたのです。時は流れ、おじいさんからもらった石を持ったニコル様は、クリリン、メロディーと共にこの森に迷い込み、ニコル様はマリアお嬢様と出会い、恋に落ちました。そして王様と再会したニコル様は、自分が妖精の王子であると分かり、無事にこの森に戻ったのです。しかし、ニコル様が戻ったことで、また東の国が攻めてきたのです。そして東の王がニコル様に襲いかかった時、マリアお嬢様が飛び出したので危ないと思ったら、なぜか東の王は攻撃するのをやめたのです。そうそう、それにニコル様の妖精の剣が少し力を取り戻したようにも。一体何が起こったのかしら。さて、それから数日経って、今日はクリリンとメロディーがまた遊びに来ているんですよ。
遊びに行こうか。行こう行こう、行きましょう。よし、あっちだ。ねえねえ、この森にはニコルという名前が。カンあのロックとかいう妖精はこの森では見たことないわね。確かに。もしかしたら、もしかしたら、あれは切り出しの妖精だ。
私は東の国の妖精を東の王様に頼まれてこの国の歌を調べに来たの。さこの二人を利用してうまくいくと思ったのに。あんたたちのおかげで失敗した。東の王はなぜこの国を狙うのだ。それこんな構えに来たのひどい目に合わせてニコル様の命まで狙って王様の悪口を言うな。よし、虹が出てるわ。きっ
いいことがあるわ。
驚かずに聞いてくれ。実は私の祖先はもとも